とんかつです。この動画はパンデモニウム天国編霊式3層の解説動画です。エウノミア、ドット付きの全体攻撃です。リケ、ヘイト1位と2位に2連続の強攻撃。詠唱中にスイッチで受けるやつで、単体なので他の人を巻き込みません。ジューリー&オーバールール、詠唱中のエフェクトが光の場合、外で8方向からの中で東西44頭割り。エフェクトが闇だった場合、外で8方向からの DPS が時計回りに回り、単平に重なって2ペア3回ですね。アップヘルド&オーバールール、エフェクトが光だった場合はピラニー線がつくので、中央で全員で頭割りをした後、東西に分かれて外で44頭割り。エフェクトが闇だった場合、線がついたタンクは中央、他の人は離れて8方向3回、線がついたタンクに向かって円範囲攻撃で、中に入ってペア3回。次、ディバイド&オーバールール、エフェクトが光だった場合、縦範囲を東西で避けて、そのまま離れたところで44頭割り。エフェクトが闇だった場合は、このマーカーの上くらいで縦範囲を避けて、で中に入ってペア3回。スティックス5連続の頭割り、ただ後半になるにつれて6連続7連続と回数が増えていきます。魔法陣展開、外周に複数の板が出るんですけど、エフェクトと同じ色の板がビームを打ってきます。はい、今回はこの配置ですね。図にするとこうです。今回は闇のエフェクトなので、闇からビームが出てきます。事前に西に MT チーム、東に ST チームで3回しておくと、こう板が出た後に横に動くだけでアンチに行けます。はい、じゃあ実際の映像、魔法陣展開で東西に3回、色は闇なので光の板がアンチ、はい、右に動けばアンチですね。で、ディスミサルオーバールール、光のエフェクトだった場合は吹き飛ばしからの外で44頭割り。はい、ではディスミサルが闇のパターン見ていきます。まず魔法陣展開から、エフェクトが闇なので光の板がアンチです。東西に3回して、光の板がアンチなので右に動きます。で、ディスミサル闇、吹き飛ばしからの板のビームを避けて中でペア3回。方角ではなく、ボスを見て左、ボスを見て右っていう風に分けてました。ここオートアタックの時間長いです。戒律の幻想、また MT チーム西、ST チーム東で3回します。斜め2方向に光と闇のディバイドを詠唱している幻影が出ます。光と闇の範囲はこんな感じで出るので、着弾したら闇側の方に移動します。で、今回はボスが闇のディバイドを詠唱しているので、ボスの横で直線範囲を避けて、中でペア3回。方角ではなく、ボスを見て左、ボスを見て右っていう風に分けてました。で、さらにこの時点で、タンクのどちらかに闇のアップヘルドの線、ピラのどちらかに光のアップヘルドの線がついているので、線がついたタンクは近くのマーカーの上、残りの7人は中央で頭割り。これが着弾したら最後、線がついていたタンクのところがアンチになるので、全員でタンクのところに移動。ここまでが戒律の幻想。じゃあ実際の映像で見ていきます。まずは詠唱が始まったら、西が MT チーム、東が ST チームで3回。紫の範囲の中に入るイメージなので、今回は時計回りですね。
ボスのディバイドは闇です。直線を避けたら中でペア3回。はい、移動。なるべく外側に立つのがコツです。で、ボスの直線を避けたら中でペア3回。で、今回 ST、自分に線がついているので、近くのマーカーの上に立ちます。他の人は中央で頭あり。着弾したらマーカーの上のタンクのところに全員集合。では次、ボスが光のディバイドのパターンです。詠唱が始まったら、まずは西 MT チーム、東 ST チームで3回します。今回も時計回りですね。ボスは光のディバイドです。着弾したら移動。で、ボスは光のディバイドなので、外で44頭あり。線は今回 MT なので、中央で頭ありを受けて、MT のところへ移動。これで戒律の幻想終了。ボスがジュリー&オーバールールを詠唱してます。覚えてますかね ?8 方向3回からの闇なので DPS が時計回りに移動して重なるやつです。光だったら内側で44ですね。ステックス、今回は6連続の頭ありです。ライトストリーム。はい、見覚えがあるやつですね。回転している方向に直線ビームがこう動いていくやつですね。防衛方としては、赤が2つだった時は赤の間を来たとして東がアンチ、青が2つだった時は青の2つの間を来たとして西がアンチっていう風に覚えてました。では実際の映像です。こうやってなるべく3つが画面に収まるような位置に立って、赤2つなので B マーカーがアンチ、でディバイドオーバールール、ここでは方角基準ではなく、うちの固定ではアンチを南としたので右が ST チーム、左が MT チームってなってました。光のディバイドなので横で離れて44頭ありです。エウノミア全体攻撃です。アップヘルドオーバールール、光なので中央で頭ありからの東西で離れて44頭あり。光と闇の調停、西側にタンヒラ、東側に DPS で3回します。それぞれに光のデバフと闇のデバフがついて、タンク DPS、ヒラ DPS で線でつながります。で、線でつながった者同士のデバフの色によってそのつながった線の内容も変わるんですけど、こんな感じで光同士だったら光1本の線、闇同士だったら闇1本の線、別のデバフ同士だったらこう半々の色になるんですね。で、同じ色の線は伸ばしてないと死んで、違う色の線は短くしてないと死にます。で、この後来るギミックのために東西で44で3回したいんですね。なのでロールごとにルールを決めます。タンク同じ色の場合その場、違う色の場合 DPS 側へ移動、ヒーラー同じ色の場合 DPS 側へ移動、違う色の場合その場で待機、 DPS 相手がタンクの場合その場で待機、相手がヒーラーの場合タンヒラ側へ移動。これで線の条件を満たしつつ東西で綺麗に44に分かれてます。ではここからは実際の映像でいきます。はい、線がつながりました。自分はタンクで線は2色なので DPS 側へ移動します。移動したら綺麗に固まっておきましょう。魔法陣展開、光のエフェクトなので紫がアンチです。はい、紫の玉のところへ時計回りで移動します。これ移動しなくていいパターンももちろんあります。
ジューリーオーバールール、はい、ここから8方向3回を作るんですけど、はい、こうなります。図解にすると光の線は動かない、闇の線は45度時計回りにずれる、短い線の人は90度回って短い線の闇の人はもう45度ずれる。これで8方向ができました。細かい立ち位置はこのひし形の模様が目印になります。長い線の人は外のひし形の模様に立つ、短い線の人は内側のひし形に立つ。これで OK です。では実際の映像に戻ります。まずはアンチの弾に時計回りで行くところからですね。はい、紫の弾へ移動。で、ジューリーオーバールール。今回自分は短い線の紫なので、90度ずれてさらに45度ずれます。はい、さっきの図解のように、長い線の光の人はその場で動かないで、長い闇の線の人は45度ずれる。短い線の人は90度ずれて、短い線の闇の人だけさらに45度ずれる。で、全員立ち位置は床の模様のひし形のところですね。で、ジューリーオーバールールの色が紫なので、全員の足元にドーナツ範囲が出て2ペア頭ありですね。受け方としては、長い線の方は光の線の人が闇の線の人に重なりに行く。短い線の人はそのまま外周に行き、ドーナツ範囲を外で避けながら頭ありする。といった感じです。はい、そしたら長い線は時計回り、短い線は反時計回りで、立ち位置をマーカーの上に揃えます。ディバイドオーバールール。エフェクトは紫ですね。時計回りでボスの横まで回って、内側でペア3回。ここでは今までと同じような感じでボスを見て左、ボスを見て右ではなく、線が短いチームが左、線が長いチームが右っていう風な3回です。で、朝廷の栄章が完了で、このデバフは消えます。では次、別パターン見てみましょうか。光と闇の朝廷の栄章から、はい、光デバフがつきました。タンクで同色なので、光の長い線チームですね。魔法陣展開。エフェクトが光なので、闇の玉がアンチです。動かなくてもいいやつですね。はい、ジューリーオーバールール。長い光の線は動かない。エフェクトは闇なので、光が重ねに行きます。はい、そしたら長い線は時計回り、短い線は反時計回りで、マーカーの上に集まります。まあ、お互い歩み寄る感じですね。ディバイドオーバールール。光なので、横で離れて44頭ありです。はい、あとは朝廷の栄章が終わるまで動かない。では最後にもう一個だけパターン見てみます。はい、今回も長い光チームですね。魔法陣展開は光のエフェクトなので闇の玉がアンチです。動かなくていいやつですね。はい、で、ジューリーオーバールール。8方向3回します。長い光の線なので動かないです。エフェクトが光なので、8人が直線ビームを受けたところに円範囲が出て、その後44で頭ありですね。はい、44で集まります。はい、事故りました。これは今何が起きたか分かりましたかね？もう一回ジューリーの着弾のとこから。着弾してすぐに動き出しているのに頭割りに間に合わないんですね。なので短い線の人は長い線の人の方にちょっと歩み寄ってあげる必要があるんですね。頭割りを間に合わせるために。つまりこれちょっと別視点の映像なんですけど、短い線チームです。弾を避けて、次ジューリーが来ます。エフェクトは光ですね。はい、こんな感じで歩み寄ってあげることで頭ありが間に合います。まあ、ついでなんで最後まで見てきますか。マーカーの上に位置調整をして、ディバイドオーバールール。エフェクトは光ですね。横で離れて44頭ありですね。はい、で朝廷が来て終わりです。では次行きます。スチュクス、ここでは7連続ですね。
リケ、ヘイト1位と2位に2連続強攻撃です。栄翔中にスイッチですね。ダークストリーム ST チームは B か C のマーカー、 MT チームは A か D のマーカーで3回します。で、線が伸びてる方向に円範囲が進んでいきます。で、全員に円範囲がつくんですけど、内側近接、外側遠隔っていう感じで3回してます。一発着弾したらあとは進行方向に進んでいくだけです。ジューリーオーバールール、方角基準で3回で、直線範囲を避けた後、内側で44頭ありです。アップヘルドオーバールール、線がついたタンクは中央で円範囲を受けて、その後ドーナツ範囲の中でペア3回。ディバイドオーバールール、直線範囲を避けて光なのでそのまま東西で離れて44頭あり。エウノミア全体攻撃ドット付きです。理法の幻想、最後の大きいギミックです。二種魔法陣展開、弾と板両方出ます。光のエフェクトなので闇がアンチですね。でこの後のギミックの関係でタンク北他南って3回してます。はい、北と南から、今回は闇の弾がアンチなので闇の弾のところへ時計回りで移動します。で、線がつかなかったタンクだけみんなに合流します。で、アンチである闇の玉のところに行ったら、次は闇の板のところに移動します。はい、で着弾したら天持ちのタンクは中央に行きます。他の7人はここで頭ありで、これアップヘルドの線なのでタンクのところがアンチになる。で、ドーナツを避けたら斜め4方向に塔が出ているので、あらかじめ決まった3階で2人組で塔に入ります。で、まだ終わらなくて、外周の幻影がディバイドを栄翔してます。ここを確定で東西南北がアンチなので、東側 ST チーム、西側 MT チームで3回します。で、ディバイドなので闇の方向に逃げる。外側に寄り気味で避けます。で、最後ディスミサルオーバールール、吹き飛ばしからの闇のエフェクトなので内側で2ペア3回、光だった場合は吹き飛ばされたまま外で44頭ありです。スティクス、ここでは8連続の頭ありです。かなり痛いですね。ライトストリーム、覚えてますかね。3つの玉が画面に入るようにして、赤が2つのパターンなので、赤2つの間を北として東、マーカーで言うと4番マーカーがあるとこがアンチです。ディバイドオーバールール、ボスを見て右が ST チーム、左が MT チームです。闇のエフェクトなので中でペア3回。
ここではいつも通りのボスを見て左チームとボスを見て右チームです。リケ、ヘイト1位と2位に2連続強攻撃です。栄翔中にスイッチです。ジューリーオーバールール、光のエフェクトですね。8方向の直線範囲を受けて中で44頭あり、エルノミア全体攻撃ですね。ドット付きです。この後はおそらくこのまま時間切れですね。これでパンデモニウム天国編霊式3層の解説を終わります。ご視聴ありがとうございました。